ライターゲットできました。こっからどうすんだろうな。ライターゲット C のなんか燃やせるもんとかあんのか。燃やせそうなものね。あー、もうドアノブ盗める？盗めちゃうよ。あ、そっか、プラスドライブがあるからか。あ、やばい、違う。やめるでバツ押せば戻れるよね。オッケーオッケー。ヒロシ無事だったか。ええ、なんとか。ヒロシ、お前も見たのか、あの化け物。ええ、にわかには信じがたいことです。あのような生物が存在するなど。出入り口は全部塞がれている。閉じ込められちまったんだ俺たち。そのようですね。手分けして探索しよう。俺は一回を見てくる。よろしくお願いします。よし、オッケー。ドアノブ確保ですね。1階ですね。一番下がね、出口、まあ塞がってる。でロビーですね、エントランス。一番左がトイレだったかな。トイレはあれか、1個左のやつか、エントランスから。一番左が、あ、いいのか、トイレ、お風呂場、エントランス、図書館、さらがわれてた部屋、ということは、あの開かないドアは階段なんだな。なんかありますね。和室の右にもなんかあるな。よく見たら和室の右にもなんかあるぞ。和室の右になんかあるぞ。お風呂場。ここ行けねえのかな。あ、よく見たらなんかさ、色がちげえぞこれ。ほら、いや、1マス1マス、ほら、ここ、ここ、皿の破片、ドアノブのコンボ。いいですね。か、壁に違和感、壁に違和感が、あれだな、銀魂の長谷川さんの真似をしようとしたんだけどできなかったやつですね。さあ、真っ暗の中のライター付けのセーブ C の、なんか、あ、火つけれますね。やった。あ、拓郎くんの絵。おお、開きますね。出ました出ました、おはようございます。あ、待って待った、ここは一回ちゃんとお約束なんで、ここはお約束なんで一回ちゃんと食われましょうね。いや、早くて分かんなかったじゃん今。青鬼が出てくるあれすらも見えなかったよ、俺の動体視力じゃ。あー、見えた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 、やった、よかった。早すぎて早すぎてダメだった、見えないかと思ったわ。さあ、じゃあね、安定の安定のいきましょうね。どうもす、こんちゃおす、こんちゃおす。はえー、ガタガタガタってするのもはえー、いるのかな、下。あ、いないですね、ラッキーですね。何ゲットした、地下室の鍵ゲットしたのね。ということは、いけるのはここですね。ミカの声だ。まあスルーしていく立ち回りなんですけど、ああダメなんですね。急ごう。これは食われたフラグかな、食われちゃったかな。1マス1マス1マス。OK。 おうおうおう、そういうこと。これまた逃げなきゃいけねえのか、きついな。これきつそうだな。いやいや、はいって、はいって、てかケツの、青鬼のケツが、青鬼のケツが見えますね。青鬼のケツが見えますね。ミカを食ってるんですよね、きっとね。むしゃむしゃと多分ね、食われてると思う。引き締まったこのケツが。引き締まったケツゲ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 。さあ行きましょう。食い戦法。麺食い。ミカは麺食い。麺食い戦法。おそば、おそば、おそば食べたい。いや、今うどんでもいい。うわぁ、せっかく下行けたのに。ダイナソー龍崎いたな。俺インセクト羽賀が好きだったわ。うひょひょって言ってるやつ。俺多分モノマネできるな、インセクト羽賀なら。うひょひょだけだけど、うひょひょ。おお、なあ、早すぎて、早すぎて無理か。くっ、耐え、あ、ダメだね、めっちゃホーミングしてくるな。
青コーラみたいにホーミングしてきやがるな、こいつやべえな。あ、いけそう。今なんか時間あったぞ。今の速さでもダメか。いやー、速えな。これは青鬼が速すぎた。タンス2ゴン。唐突のタンス2ゴン。タンス2ゴンじゃなくて、タンス2青鬼じゃねえか、これ。タンス2青だ。タンス2青。タンス2キルは。タンス2クラピカゲー。タンス2ジン。ジンさん、タンス2ジンさん。タンス2ゴーゴーゴーヒロミ。城之内くん、やめた方がいいかと。無理？タンスやっぱダメ？青にほら浮いたら、俺も起きてえわ。あ、惜しい。よし、来た！じゃね？よーし！タンス2ミか。タンス2ミか。お疲れ。ミカ、タンスにミカ。食われとる。正面から食われたな、さては。あ、なんかここ、変じゃね？あ、いいんだ。今回はもういいんだ。探索しなくて食べ。お、多めあれ、多めあれ、お疲れ。いや、今日もう疲れたわ。今日もう疲れた。これあれかな？椅子がないと届かないのかな？だね。今回は、そうか。いろんなところから鬼が出てくるのか、ここは。左はどうなってる？あ、左が、あれできるのか。持ってける椅子があるのか。上になんかありますよね。1マス ?1 マスむず。オッケー。これでマイナスドライバーか。行きすぎてさ、これ変なとこに椅子やっちゃったらマジで、積むよね。よいしょ。セーブして、オッケー、いきます。オッケー。力の鍵セーブ。お、見た今なんかいるんだが、ミカオニが始まります。はい、ミカオニ早え。こっちのが良さそうだな。はい、もっと左寄ってもらって、これは反応ゲーだな。ミカオニ、あ、オッケーオッケー、その感じ。そうです。こう行ってこう、上行けねえかな。食われるかな。本館降りる説。本館か。これきついぞ。先行、ライトニング。ライトニングさん。よく。いや、ライトニングさん、リターンズで萌えキャラになったから笑ったわ。めっちゃ可愛いのな。真っ黒。ライトル。やった。あれだね、もう暗い部屋に行っちゃって良さそうだね。先行様だな、ほんとだ。先行、今日はアスナの日なんだね。アスナとかライトニングの日なんだね、多分。なんかよく見たら、青によく見たら、なんかライトニングに見えてきたな。全然髪の長さ足りないけど。あ、なんかこれあれですね、地下牢みたいなとこなんですね、これね。中になんかいいんじゃねえの？おー、なんかありますね。これは電気ですね。これお約束なんで、電気つけていきますけれども。やったぜ。待て、今回中にいるパターンなのかよ。これ、閉めるとかじゃねえの今回。え？嘘だろ？これ今回逃げれんのこれ、ほんとに。嘘だろ？あ、
そっか、別にいいのか。電気つけなきゃいいんじゃね。なんか見える？数字。逆さにしても横にしてもダメじゃない？そもそも一番右のこれ何よ？ Y か？ E か？真ん中は。それにしてもおかしいよね。ここ電気つけなきゃダメ。了解。ああ、そっか。電気つけるとこれの見えるやつが変わるのか。そういうことか。おいおい、これ無理だろ。あ、ねえ、この右左、これさ、1マスしかないわけよ。これが一番指に負担かかるんだよね。隣にも書いてある。まあ、とりあえず電気な。右に動いちゃうんだよね。2つ右に動いちゃうんだったら、下からスタートしてみようか。うん、それでも3マス動く。よしよしよし。うわ。左左左でいいのか。ずっと左でいいんじゃね？うん。おお、すげえ。今、最短距離いった。逆にそれはすごいことだ。ケツ、免疫士だ。うまい。座布団1枚。ケツ、免疫士だ。俺も入りてえわ。アスナ、貧乳じゃね？いや、アスナさん、背でかいし、胸もあるし、足長えし、色白だし、多分、ほぼほぼ完璧な女子だと思うよ。うん。現実世界にいたらね、多分、みんな、今ここにいるね、男子はね、もうなんか照れちゃって喋れないんじゃないかなって気する。実際俺も多分やばいと思うよ。アスナなんか美人の筆頭格みたいな感じだよね。雰囲気的にも、性格的にも。そして、戸松さんの声が神っていうね。よし、行こう。料理できるしね。そう、優しいし。その上強いしね。早すぎた、早すぎた。よし！先行のアスナから逃げ切る。5376かな？ 5376 かな？多分ね。5376なんすね。でもさ、数字入れるようなとこはまだなくねっすか？